はいどうも、というわけでですね、チャロブラザーズのサージなんですけれども、待ちに待った講座シリーズですね、お久しぶりですということでですね、ちょっとやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、これ、インドと大航海時代、これをね、やりたいと思います。これね、何回かちょっとシリーズに分けてやりたいかなと思います。なんでかっていうと、インドを語る上では、絶対に欠かせないのが、イギリスなんですね。イギリスの植民地がインドだったわけ。だから絶対にイギリスの話をしないと今のインドは理解できないわけですよ。なんだけどそもそもね、イギリスを理解するっていうことはつまりイギリスがどうしてインドに来たかっていうことを理解しないといけない。でね、その前にね、なんでじゃあイギリスみたいなヨーロッパの国がね、そういうアジアとかいろんなところを目指したのかっていうところを理解しなきゃいけない。というと、どこに来るかっていうと、これなんですよ。大航海時代ね。皆さんも多分世界史とかいろんな授業でね、大航海時代、この5文字、漢字でね、なんかめんどくさそうな感じでこう出てると思うんですけども、それ、本当に皆さん理解してますかっていうところからね、今回はちょっとスタートしていこうかなと思います。やっぱりね、大航海時代っていう名前を聞いてパッと答えられる人は少ないと思うんですよね。多分昔習ったと思うんだけど、でも大航海時代って聞いた時になんかヨーロッパの人たちがアジアに来たってそれぐらいで覚えてるんじゃないかなと思うんですよね。だから歴史の基本なんですけど 5W1H をしっかりと押さえましょう。これをね、やっていきたいと思うんです。なのでね、書きましたよ。Who, when, where, what, why, how、 誰がいつどこで何をなぜどのようにしてですね、それを全部ね洗って、今日この動画を見終わった皆さんは大航海時代って何ですかって言われたらこれがすぐに即答できるようになってますので、ぜひぜひこれね見ていってください。じゃあロゴだ。はい、というわけでね、一個ずつやっていこうと思います。まずね、大航海時代の Who、誰がってとこですけども、これはもう間違いなくヨーロッパです。特にスペインとポルトガルなんですね。ヨーロッパっていろいろありますよね。ドイツとかフランスとかイギリスとかね。それからもっと言うと北欧、ノルウェー、デンマーク、いろいろありますよね。でもその中でも主にスペインとポルトガルなんです。なんでか。なんでかなんだけど、ここのスペインとポルトガルってね、これ世界地図書きましたよ。ちょっと適当なんだけどね、この青いところ、これがスペインとポルトガルですね。今で言うとイベリア半島っていうところにあります。ね。で、ここ、当時って何だったかっていうと、ここにね、赤い丸を書いたんだけどね、実はイスラーム勢力っていう人たちがいて、その人たちが実は守っていた場所なんですよね。なので実はヨーロッパと言いつつ当時はイスラームの世の中だったんですね。でそこを何をしたかっていうと、1492年グラナダ陥落って書いてますけど、これグラナダっていうのが当時のこのイベリア半島にあったイスラームの王朝ナスル朝っていうんですけど、その都だったところなんですね。でそこを攻め込んで、スペイン人とポルトガル人がイスラームを追い出したっていうね、話、これが1492年なんですね。なので、主にスペイン、ポルトガル、このね、イスラームに守られてたところをこう頑張って追い出した、ここが大航海時代のまずスタートなんですね。で、いつか、それが起きたのはいつかって次の話なんですけども、15世紀から17世紀、つまり1400年代から1600年代ということですね。さっき言った1492年、これは15世紀の話だし、日本で言うとね、大体ほら、人の嫁らしい1467年の応仁の乱があったよね。それは、室町幕府が弱体化して戦国時代へと移っていく、そういう、歴史だったけれども、つまり戦国時代ぐらいの話だっていうこと。そして17世紀っていうのは日本でいうと江戸ぐらいっていうことですよね。1603年に徳川幕府ができて、で大体家光ぐらいかな、鎖国が完成するのが大体、17世紀の真ん中ぐらい。だから日本でいうと戦国から江戸ぐらいの話っていうことです。じゃあロゴだ。で、どこへなんだけれども、これね、今の区分で言うとアフリカ、アジア、アメリカ大陸、ここにヨーロッパが行こうとした、このことを大航海時代って言うんですけど、ここ青字すっごい大事。当時はね、全部みんなインドだって考えてたわけ。
だから今回ここで扱うわけですよ。要はね、アフリカ、アジア、アメリカ大陸っていうのは今の分類なの。昔の人はヨーロッパのことは知ってますと。で、アフリカの北部、これはヨーロッパと若干、まあ、密接にこうつながってるから知ってますと。で、ここのイスラームのところ、これは昔ね、十字軍とかいろんな戦いがあったので若干知ってます。実は当時の世界の人たちの認識ってここまでなんです。で、そこから先っていうのは誰も知らない。だからもっと言うと、ここに南北アメリカ大陸があるけど、そこに南北アメリカ大陸あるってことも知らないわけだけど、インドはみんな知ってる。なんでかっていうと、香辛料ね、皆さんインドに来たらね、カレースパイス食べますよね。ね、で、当時ヨーロッパでもやっぱり香辛料っていうのはみんな人気があった。というかね、やっぱり香辛料って食べ物を腐らないようにちゃんと保存料としてね持っとくものだから、絶対必要、生活必需品だったわけだから。昔インドで採れたスパイスっていうのはこうやって陸をこう渡ってね、シルクロードなんかこう渡っていってこっち側に来てたわけだから、みんなこの辺のこと以外のことは知らないんだけど、なんか怪しいインドという名の変な場所があって、そこからスパイスが来てるっていうことはみんな知ってるわけね。だからアフリカだろうがアジアだろうがアメリカ大陸だろうが、みんなインドを目指そうっていうのをスローガンにして来てたわけですね。これがすっごく大事。だからね、皆さんコロンブスって知ってますよね。コロンブスといえばスペインで、一番最初にアメリカ大陸を、発見したって言われてる人ですよね。その人が着いた場所っていうのはここカリブ海にある西インド諸島ね。なんでここインド諸島って名前がついてるか、それは彼が当時ここに着いたのにインドだって誤解したからなんです。ここに着いて、僕はインドに着いた、ようやくみんなが知らないインドを手に入れたって言って、まあ彼が名付けたわけじゃないんだけど、それがルーツになって西インド諸島っていう名前になった。だからこんな変な場所なのにインドっていうのがあるんです。なので皆さんしっかりここは覚えておきましょう。当時のインドって言った場合に、アフリカ、アジア、アメリカ大陸、つまり全然どこも知らない未開の地を総称して当時はインドって言ってます。じゃあロゴだ。というわけでね、次 What なんだけれども、後悔と発見、まあここはいいよね。でもね、ちょっと強調しておきたい、ここは後悔だってこと、つまり海が大事だってことです。なぜかというと、さっきも言ったように、ここね、ヨーロッパからその未開の土地インドに行くためにルートは2つありますよね。1つは陸を伝う方法、それから、海を回る方法と2つあるんだけど、ポイントはここ赤い部分ね。ここはイスラーム勢力ががっちり握ってます。だからここっていうのは正直ヨーロッパの人からすると行きにくいんだよね。ものすごく行きにくい。だからどうしたかって言ったら、こうやって海を回って直接行けばいいじゃんって言って海を回った。だから航海なんです。必ず大航海時代、このこう海っていうのが入ってるのがすごく大事ね。で、まあそれで発見をしようとした、新大陸を発見しようとしたっていうことなんですよね。じゃあロゴだ。で、なんでそれをしようとしたか、ここが一番大事で、1にね、お金欲しい。やっぱりね、これ大事ね。これもういつの時代でも大事ね。お金欲しい。で、なんでかっていうと、はい、スペインとポルトガル、ここはですね、1492年にグラナダを陥落させた、で、ようやく自分の国土を手に入れたすっごく新しい国なんですね。だからまずみんな戦争ですっごい疲れてるとね。で、人もいない、土地も少ないね。どうしようかと。しかもね、当時ここ、インドから、さっき言ったね、香辛料が来てるって言いましたね。実はね、このインドからこのイスラームの世界を伝ってベネチアの商人に行って、で、ベネチアの商人がこのヨーロッパに売るっていうことをしてたんですね。これを昔の言葉でレバント貿易とかね、東方貿易って言うんだけれども、今言ったようにインドの商人がいて、イスラムの商人がいて、そしてベネチアの商人がいて、西ヨーロッパの商人がいると。つまり4人の商人を通しちゃってるもんだから、香辛料がめちゃめちゃ高いと。今でもそうですよね。直接貿易をするよりいろんな人が貿易をやると、当然ね、取引コストがかさんで高くなっていきますよね。だから香辛料って超貴重品だったわけ。
ね。だからお金のない国からすると香辛料を買うっていうこと自体がもうとってもとっても、財政を苦しめる、そういうものだったわけね。だからお金も欲しいし香辛料も自ら手に入れたい、こうやって変なルートを経由せずに直接欲しいっていうのをやってたんですね。まずそれが一つ。じゃあロゴだ。それでね、二つ目のホワイなんだけれどもね、領地も欲しいって書きましたね。お金が欲しいのが第一義です。で、領地が欲しいのが次ですね。で、なんでかっていうと、一応ね、ここに書きましたイスラム怖いっていうね、当時そういう思いが当時のヨーロッパにはありましたね。さっきも言ったように1492年まではこのイベリア半島にイスラムがいたわけですね。で、それもずーっといたんですよね。622年にムハンマドっていう人が、メッカからメディナに移住する、そういうヒジュラっていう出来事があってね。で、イスラム教っていうのが確立されて、で、それからずーっとねあるわけですよ。ウマイヤ朝があり、アッバース朝があり、このイベリア半島もね、コウ・ウマイヤ朝、ムラービト朝、ムワヒド朝、ナスル朝ってね、もういろんな王朝がありながら最後1492年までずっと居座るわけね。で、このスペイン、ポルトガルっていうのは、まあスペイン人でありポルトガル人であるわけだから、イスラームの人なんてもう完全に外国人、言葉も通じなければ宗教も違う、ものすごい怖いわけで、中世の時代に怖かったから一回ね、あの軍隊を派遣して、叩こうっていうことをねやったことがあるわけですよ。それ十字軍っていうんだけど、その十字軍っていうのはね、ことごとく失敗するわけです。イスラームの人にみんな押し返されちゃうわけだから、それからみんなイスラームはとても怖いしとても強いっていう思いがあるわけね。で、そんな人たちがここを牛耳ってるわけだから、やっぱりね、今後のことを考えたら、そのイスラームの人たちから少しずつちょっと領地をこう奪っていってね、まあみんな怖いんだけど、でもやっぱりあの貿易のためにはちょっとね、あの領地も取っていかないとねって言って、領地も欲しいなんです。全てはお金のために、貿易のために、で、その拠点として領地が欲しいっていうところだったんです。じゃあロゴだ。はい、というわけでね、最後ハウなんですけども、もうここもね、もうずっと言ってました、まずは貿易、貿易をすることによって、このね、お金欲しい、領地も欲しいっていうのを、頑張っていこうと、達成しようとしたっていうことなんですね。さっきも言いましたけども、香辛料とかね、それから絹とか織物とか、そういうものをね、アジアから持ってこようっていうことで、頑張ってやったということなんですね。で、一番先陣を切ったのはさっき言ったスペインとポルトガルです、特にインドについて話をすると、この一番大事なのが1498年、バスコダガマっていう人がカリカットに到達をすると、ね、これカリカットですよ、カルカッタじゃないですからね、今のコルカタじゃなくて、で、今だとね、工事高度とか氷高度っていう名前でね、呼ばれるすっごい田舎の町がこの南インドにあるんですけど、そこにこのアフリカ大陸の喜望峰っていうところを回って到達をしたのが実は一番最初なんですね。で、これね、なかなか大変な航海だったって言われてます。基本的に帰ってくるまでね、1年仕事。なんでかっていうと、当時の船は蒸気とかエンジンでは動かないんです。ね、当時の船っていうのは全部帆掛け船、帆船なんですね。なので風が大事で、ここは、モンスーンっていうね、季節風が吹くんですね。だから、よくね、今のインドでもそうなんですけど、夏にはね、こっち側から、モンスーンが吹くからこっちは大雨になって、で、冬はね、こっちからこっちに、モンスーンが吹くから、こっちはすごく乾燥するっていうね、話なんですけど、そうやってね、1年に2回、風向きが切り替わる、そういう風なんですね。だからそれを利用していくには、行きはこっちの風が吹いてる時に行かなきゃいけないし、帰りはこっちの風が吹いてる時に帰らなきゃいけない。だからね、結構命がけなんですね。こっからずーっとね、食料の補給もね、当時は、ないです。当時はない、アフリカに一部ね、ポルトガルの拠点ありましたけど、まだまだ弱い。だから、補給もね、何回かしたとは言われてますけれども、それも十分じゃなかったね。だから、船乗ってる間にね、
結構多くの人がね、途中、病気で倒れたりとかね、なってしまって、最後帰ってくる時はね、3席で行ったんですけど、そのうちね、1席沈めて帰ってくるみたいなね、感じで結構大変なことをしてカリカットに到達した。で、だけど到達したってことはつまり航路が分かったっていうことなので、ここからどん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 ね、貿易をしていきますね。でちょっとついでに言っとくと、同じねポルトガル人でね、カブラルっていう人が実はブラジルに漂着するっていうのもあります。で、世界史だとね、カブラル、ブラジル、ポルトガルっつってね、全部でルで終わる、セットで覚えるんですけど、実はねこのカブラルっていう人もインドを目指したんですね。インドを目指した結果、たまたまこっちに漂着しちゃった。だからブラジルを見つけたんですけど、でも彼らも実はインドに行ってるんですね。だから全ての目的は彼らインドにあったっていうことなんです。この、講義聞いてもね、だいぶインドって当時のヨーロッパにするとすっごい大事な場所だったんだなっていうのがね、よく分かったと思いますね。次回からね、今度は、ポルトガル、それから、オランダ、それからイギリスとね、インドに来た外国についてそれぞれまとめていこうと思います。そうするとね、インドの歴史少しずつ分かってきて、なんで、今のインド人ってあんなに英語喋れるんだろうとか、そういう謎もね徐々に解けていきますので、ぜひねこの動画いいねと思った方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。次の動画もぜひお楽しみに。それではチャロ、バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。